ただこう対峙する相手が同じだとしたら、はい、相手の弱点だったり、まあ、強みだったりも研究できますし、はい、その辺の優位性は保てるかもしれませんけどね。 2-2 そして川崎の 6-0、 それを受けたこの第3ラウンド、木村主審の笛が鳴ってゲームが始まりました。行く縦行く斉藤の折り返し、打ってきました。左足で狙った森田、 PK だ。あとこれは PK、 ハンドですね、はい、斉藤の突破、最後ペナルティーボールカードを出しました。あ、ちょっと、ね、はい、左手広げました、はい、ゲームの序盤です。重要な PK、 小林が左に決めました。これで早い時間に川崎が先手を取りました。森田が出てきてのミドルシュート、支え手にはちょっとならないですし、まあ、ボールもね、まあ、そこは安井が見てます。マタニア左足、家永だ。片手がアウトにかけて落とした家永、小林が折り返す、逆の飛び込んだヘディング、これと体をぶつけられましたかね。完璧でしたね、この崩し。3人目で小林優が飛び出す、でこのボールもパーフェクトでしたけどね。大島だ、枠は捉えました。早いサイドチェンジ、西は食べといてくさび、反転した藤本、パス、古橋が来た、古橋が来た、追いつきました神戸、西の一溜め。谷口の、まあ、チャレンジに対してうまく藤本がブロックしたところがポイントでしたね、はい、まあ、それによってターンができて、まあ、古橋のタイミングも良いですし、まあ、斜めに走ってこのコントロールからシュートも、まあ、冷静でしたね。小林、アクロバティックなトラップから家永のパスを受けました。旗手打つか、打った、結構際どいシュートでした。旗手なかなか点が来なかったですけど、はい、点を取り出してからはなんか本来持ってる。これで前半終了の笛です。川崎が早い時間、この小林の PK で1点が何割か、まあ本音なんだろうなという、そんなコメントをしてました。さあ後半が始まります。じゃないかと思います。ショート、前半使わなかったショート使って、森田のシュートだ、ナイスキーパー。いや本当、いいくらよく飛びました。さあフラッシュ、全体上がれとフィンカントが言ってます。逆サイド、藤本がいった、素晴らしいボールでしたね。古橋のスピードアップに対してそこまで上げてなかったですよね、藤本は。右から斉藤のクロス、とサイドネット飛び込んできた。古橋が落として、サンペールが右に散らして、西ワンタッチ、山口から藤本へ、いやサンペール、西、そのワンタッチからホタ、まあ、動き出しも素晴らしいですし、まあ、最後のところが、あ、平行か、はい、やっぱり藤本の特徴もよく分かってるし、まあ、ホタルとしても少し前目でしたけどね、いいボールを入れましたね。素晴らしいゴールですね。綺麗に崩しました。反転、三笘パスだ、チャンス、小林優だ、3人、4人引き継ぎましたね、はい、ちょっとこれは次がありませんでしたが、西のパスです、いった、古橋だ、これはクロスバーに救われました。川崎持ち替えた、横にパスだ、三笘のシュートだ、ナイスキーパー、こぼれ球、レアンドロ・ダミアン、これでパスにしましたが、あっと、いやー、 PK、
逆をつきましたレアンドロ・ダミアン、2対2同点です。83、まあ、冷静でしたね、相手をしっかり、まあ、イクラを見ながらですからね、レアンドロ・ダミアン、宮代またね、後ろから来た、脇坂が運んだ、宮代を見ながらパスで宮代だ、逆転し返しました川崎、最後仕留めたのは川崎育ちの若い宮代。まあ、奪い方、そして、まあ、脇坂のため、その前に脇坂につないだのが宮代なんですけど、そこもうまかったですね、はい、でランニングもスピードを落とさずに自分に来るということを信じながら走りだと思いますし、あとはシュートは、まあ、彼の一番得意な分野、シュートテクニックはありますからね。ダンクレー、渡辺の手前に小田、セルジ・サンペール狙った、どよめきました、轟ナイスセーブ、チョン・ソンリョン、高い、これで長い笛が鳴りました。苦しみましたが川崎公式戦4連勝、リーグ戦は清水戦、F・マリノス戦、この